白市駅は、広島県東広島市高谷町小谷にある、西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。駅番号は、JRG12。山陽本線における、広島式ネットワークの東端駅であり、岩国駅や広島駅から東駅終着、始発となる列車が、日中は4分の3を占める。 最上駅が管理し、JR 西日本関連会社の JR 西日本、広島メンテックが、駅業務を受託する、業務委託駅である、愛子家利用可能駅。当駅は、高谷町小谷地区に所在するため本来の白市からは、離れているが、その地区の住民が出資して開業し、この駅名がついた。以前、渡り駅から、広島空港へ、 空港アクセス鉄道を付設する計画があった。JR 西日本に空港アクセス鉄道との直通運転を申し入れたものの JR の理解を得られず、広島県は事業化を断念した。2013年1月18日、広島県によって白市駅に広島空港のチェックインカウンター等を設置する案が明らかにされた。改札口ホーム構内端式ホーム1目一1線と、 島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ地上駅。駅舎側が単式ホームの1番線、2.3番線が島式ホームである。互いのホームは広島方面の古戦橋で連絡している。駅スタンプは牛橋の栄えた古い城下町の面影が残る駅。 営業時間7時15分から11時13時30分から17時10分17時30分から19時。統計で見る東広島によると、1日平均乗車人員は以下の通りである。広島空港連絡バス。ありがとうございます。